マテンガケ町上付近放牧の牛との景観級日本軍の監視所跡地図天テンは、島根県沖郡西の島町浦郷に位置する海岳。沖ユネスコ世界ジオパーク及び大仙沖国立公園にそれぞれ指定されている沖諸島の西の島にある。海抜は257メートルで、国が海岸の中心的存在となっている。マテンガケ周辺には鬼ヶ城。 天然の道門である通天橋などの気象が見られる。摩天崖上は牛馬が放牧されている牧草地となっている。その東方には高さ100メートル級の東、国が海岸がある。第二次世界大戦中の旧日本軍の監視所跡がある。この名所は大変見晴らしが良く、日本海を航行する敵船の監視には絶好の場所であった。当時、建物は 半地下式で窓だけが陸上部に出ていた。屋根の部分は芝を張ってカモフラージュされていた。現在もこの跡地が残っている。この場所は夕日百戦、一生に一度は訪れたい遊歩百戦に登録されている。崖の頂上では水平線が180度見渡すことができ、放牧されている牛や馬も見ることができる。崖の上の展望のみでなく遊歩道で 下の海岸まで降りることができる。西の島、別府港から車で25分ほどで行けるが、車道が狭く、馬などに遭遇し、進めないこともある。駐車場から、マテンガの頂上まで徒歩5分ほどで向かうことが可能。ただし、長栄バスなどがないため定期観光バスタクシーや、自転車などを利用する必要がある。ありがとうございます。